今日は香港ラスト、サイアンプンガラ側からの山頂、山頂到着だ。ちょうど1時間。曇っちゃった。いつもの山頂公園、サイアンプン側から45分かな。すげえ大石茂ってんだよこれ、青々と。久しぶりの山頂、裏から来ました。裏から、今日は初めて。これからロシアに行くんで、最後一応ね、香港の山頂です。ランマー島かな、あれ。あ、そうだよ、あの変なのがあるじゃん、3本、うん、俺は風車あるじゃないですか、うん、風車の近くにあったんですよ。住んでたの近く、ね、ああ、そうなんだ。へえ。どうだった？すごい良かった。田舎です。タラーンとしてた。タラーンとしてますね、うん、どこまでもタラーンとできちゃう。都会にあってこの自然はやっぱすごいですね、香港。もう都会ですからね、東京の真裏がこれ。さすが香港、すごい。いい感じで太陽出たな。ラストは香港ですけど、これから1ヶ月はいないっす、ロシア。タカトちゃん今日の一本です。 IC ベルリンの99本世界限定です。サイドがこのように変わってます。帰ります。お店はこんな感じになりました。今日お客様が一人来て、もう私は帰ることにします。あそこに我が城の主高田君がいますDJ テラス仕事、これで360度でカメラで撮りまくります。出るとこんな感じです。エントランスまでのアプローチは、エントランスまでのアプローチはこんな感じで、こんな感じになってます。はい、今日帰ります。ここでいつも水のシャワーを浴びてますね、はい、初めての A の12です。店舗がもう新しく3人分になったんで、うん、ここでもう一発。今度からは今まで A の11になってたんですけど、 A の10か A の12で一発で帰れるってこと。今日帰ります、日本に。すごい荷物いっぱい。